GNU、Linux は一般に Linux と呼ばれているものが GNU プロジェクトによるソフトウェアを数多く利用しておりグリブックやバッシュのような重要なライブラリーやソフトウェアは GNU が開発しているとしてその故障として GNU プロジェクト側が主張している故障である一般に Linux を使用する場合カーネルとして Linux カーネルを使用しそれ以外は GCC、GNU バイニュートルズ、GNU コアユーティリティーズなどをはじめとする必須にして多数の GNU のプロダクトを使用しているものがほとんどである。そのためこのようなシステムを GNU、Linux システムと呼ぶべきだと GNU プロジェクトは主張している。Linux カーネル開発者のリーナ・ストーバルズはこの故障について部分的に受け入れているが、 すべての Linux システムに対しての故障としては反対しており、個人的には Linux と呼び続けるとしている。d e b i a n はその成立経緯などから Distribution の正式名を d e b i a n GNU, Linux とするなど GNU プロジェクトを尊重する立場をとっている。また d e b i a n プロジェクトは他のプロダクトにもこの命名方式を転用しており、 カーネルに GNU プロジェクト製のカーネルハードを使用しその他の GNU プロジェクト製ソフトウェアを合わせた d e b i a n GNU ハードやフリーブズドのカーネルを使う d e b i a n GNU クフリーブズドなどがある。なお逆に GNU プロジェクトのプロダクトを一切使わない Linux システムというものについて具体例として GNU プロジェクトが FAQ で Android を上げているという例を出す者がいるが、しかし FAQ をちゃんと読むと、そもそも Android は一般に Linux システムと呼ばれているものとは全く違うものなので、Android を Linux システムと呼ぶこと自体が間違いだと述べている。大体において、実際のところ、例えば Linux カーネルのコンパイルは実用的には GCC でしか不可能である。 GCC 以外でのコンパイルはいくつか成功したという報告はあるが、本格的なものは2016年現在、ブームリナックスというプロジェクトで進行中の状態である。また、カーネルとの結びつきが特に強いコンポーネントに、標準 C ライブラリーがあるが、それについては GNUC ライブラリー以外にマッスル、などがある。ありがとうございます。